シャルル・エチェンヌ・ギュダンドラ・サブロニエール、セザール・シャルル・エチェンヌ・ギュダンドラ・サブロニエール1812年8月22日、スモレンスクは、フランス第一帝世紀の召喚。ナポレオン・ボナパルトと、同時期にエコールド・ブリアンヌに学び、後1784年に、アルトワフ氷連隊の将位となる。1791年、サンドミニク遠征に参加。ライン方面軍に送られる。 大隊長を経て、ジャン・ビクトル・マリーモローの指揮下で名を挙げ、高専地域の参謀に抜擢される。1799年2月、ギュダ団は、旅団長の階級を得る。グリムゼル峠を掌握し、バレの交通を開き、サンゴダール峠においてオーストリア及び、ロシア軍、その他の勢力を破る。ライン方面軍の参謀長として、1800年7月6日に、 師団長に昇格。1804年、ナポレオンは、ルイ・ニコラ・ダブルの第三部隊を彼に預ける。儀団はこれを用いて1805年、オーストリア遠征を行い、さらに1806年、プロシア、1807年、ポーランドへ遠征。1805年から1806年、大陸軍のアウエルシュタットの戦いにおいて負傷するも、さらにアイラウの戦いに加わる。 1805年から1813年にかけて、ルイ・フリアン及びシャルル・アントワン・モランラの召喚と共に、第三部隊の司令部に参加。ナポレオンにブレランと称される。1809年、ギュダンは、ダブー部隊右翼の指揮を行い、タン及びアベン・スベルクの役で顕著な活躍を見せる。部隊を率いて、ジャンランヌの指揮下に入り、エクミュールの戦い及びレーゲン・スベルクの戦いで、 軍事的再核を大きく伸ばす。プレスブールの障壁となっていたドナウ川の島の一つを排除した功績によって、レジオンドヌール最高勲章を授与される。さらには、バグラムの戦いでは再び負傷するものの、栄誉ある戦績を残す。ギュダンが将軍として名を挙げたのは、ロシア遠征の初期である。バルティノの戦いでは、ロシア軍の重隊を撃破した彼の部隊が続けざまに、 敵陣を奪う活躍を見せるが、この時大砲の弾が命中してギュダンは片足を失った。一旦は命は取り留めたものの、エソにより、スモレンスクにて1812年8月22日、没した。遺体はスモレンスクに埋葬された。フランス軍はこれを掘り起こして帰還させるつもりでいたが、軍の配送撤退によりそれは叶わなかった。二千十九年になり、 フランス政府の要請を受け、ロシアとフランスの研究家チームが埋蔵場所とみられる墓を発掘した。発見された遺骨の片足がないという状況を及び、DNA 鑑定による確認の結果、ギュダン本人のものであると確認された。遺骨は今後、フランス国内に持ち帰られ、ナポレオンの墓所もある廃兵員など適切な地が選ばれ、安置される予定である。ギュダンは、 帝国元帥、ルイ・ニコラ・ダブーの親しい友人でもあり、また、ブリアンヌ時代からの地域であったナポレオンには特に、個人的な交流があり、評価されていた。ギュダンは、ロアレ県のサンモリスシュルアベイロンに埋葬されている。墓は、墓地の貢献に、現在もある。また、エトワール外旋門の東表にその名が刻まれている。ルイ・ドゥニ・カイユエットによる胸像を、 ベルサイユ宮殿の戦役ギャラリーに見ることができる。モンタルジの憲兵隊隊員宿舎は彼の名をとって巨団席と呼ばれている。この宿舎はかつては通信隊学校の宿舎であった。ありがとうございます。